世の中には未だに科学では解明できない怪奇現象が確かに存在する。人々はそれらと出くわした時、なすすべもなくただ恐怖の闇に突き落とされてしまう。そんな混沌とした闇に一筋の光を差すべく日々戦い続ける者たちがいた。人は彼らをこう呼んだ。霊能力者と。その依頼、この霊源新たかが引き受けた。本当ですか？ありがとうございます。どこに相談しても相手にされなくて困ってたんです。ああ、はいはい。で、報酬の話なんですけど、どのコースで除霊しましょう？コース？お試し A コースですと 20%、 真面目 B コースだと 50%、 本気の C コースだと 99%。 霊を削減することをお約束します。削減？霊っていうのは二酸化炭素的なあれですから。え、そうなんですか？ええ、まあそんなニュアンスの存在っていうか、だから完全に消すっていうのはちょっと困難なんですけど。ですが心配ご無用、また出たら2割引きで請け負いますから。あ、霊源先生。ちょっと待った。ん？なんだね君は。恋人の太郎です、先生。ほう、奇特な方だ。どういう意味だ。いや、そんなことより、あんたいかにもうさんくさいぞ。花子、考え直した方がいいぜ。うさんくさいだと？まあそうなるよな。幽霊にうなされるなんてアホな話、いきなりされてもな。いや、彼女じゃなくてあんたが信用できないって言ってんの。まあ任せなさい。俺がちゃんと除霊すれば花子さんの顔もきっと元通りになるはずだ。別に顔で悩んでねえよ。なるほど。先週肝試しをしてから毎晩夢を見るようになったと。はい、もう怖いし気味が悪いし。あ、霊源先生、あの建物です。ものすごい霊気を感じる。こいつは久々の大物だ。先生、こっちです。 あれ今間違えて。え、あー、そっちか。そっちからもすごい霊気ビシビシ来てたんだけど、これはまた霊違いでしたな。世の中悪霊なんてそれ思いますからね。え、そうなんですか？いやいや、そんな幽霊がどこにでもいるわけが。いやいや、今太郎さんの横を通り過ぎた男。危なかった。今のは悪霊ですよ。妖怪ケツアゴ。小学生かお前は。ちょっと太郎、失礼よ。失礼なのはこいつだろ、あのおっさんに対して。まあまあ花子さん、こういう人もいるということで、さあ行きましょうか。こいつ、この土地は昔ゴキブリに驚いてジャンプしたら天井に頭が刺さって死んだ男の霊が出ると言われてるんです。お前よく信じるよな。なるほど、ここはそういうことか。なんだ、急にマジな顔に。まさか本当に。事態によっては私でも手に負えない可能性がある。危険すぎる。ゴキブリどれ。え、うわー、こいつ絶対霊能力者じゃねえ。確実に偽物だ。お前の夢に出てやるって。出た。俺様の呪いで天井を突き破ってやろうか。消してくれたと同じよ。まさかマジで出るとは。任せろ、ソルトスプラッシュ。食塩を激しく撒き散らす霊源の必殺技である。スーパーで売ってる食塩じゃねえか。極めた塩じゃねえと効かねえよ。バカな、霊が塩に弱いというのは俺の思い込みだったのか。まあ塩で溶けないんじゃ仕方ない。最終兵器を呼ぶか。
あ、モブ、悪いけどすぐ来てくれるか。あ、いや、マジでマジで、悪霊いるんだって。お客さんと悪霊ももう待ってるから早めんな。じゃ、頼む。え、おー、モブ待ってたぞ。ああ、職員の次は中学生か。バカにするの。彼の名は影山茂雄、通称モブ。本物の超能力者であり、霊源新鷹の弟子である。そしてこの物語の主人公である。師匠、いきなり呼び出すのをやめてくださいって。 If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be。 それぞれの答えにつかる。まさか本当に悪霊が出るとはな。俺、今日のバイト代だ。あ、どうも。今日のは定休なやつだったから半分でも十分なんだけどな。まあサービスだ、ちゃんと時給分やるよ。ああ、なんだ、不満なのか。あ、いえ、たださっきの本当に定休なやつでしたよ。あれくらいなら。バカお前、これくらいになると強すぎて簡単な除霊作業だと周りの人まで溶かしちゃうの。だから弱いのお前に頼むんだよ。本当ですか。溶けるの意味もよくわかりませんし。バカモブ、お前それは修行が足りないからだよ。きっちり学べよ、この師匠からな。お前の力は使わねえともったいないんだ。俺の手伝いは人助けにつながるし、修行になるし、一石二鳥だろうが。だが強大すぎる力は使い方を誤れば己の身を滅ぼす。だから暴走しないよう力のコントロールの仕方を俺が教えてやってるんだよ。約束しただろ、人に向けて超能力は使わないって。スプーン曲げて、いい加減直しなさいよ、その癖。いいじゃないか、茂雄も思春期なんだ。スプーンくらい曲げさせてやれよなあ。しげ、またそうやって甘やかして。茂も少しは率を見習いなさいよ。今日も小テストで満点取ったんだから。あんなの誰でもできるよ。なんか悩みがあるなら言ってよ、兄さん。いつでも相談に乗るから。うん、ありがとう、リツ。もうリツまで甘やかして。次曲げたらシゲのお小遣いで買うからね。え、ごめん兄さん、それは僕にもどうにもできないや。こいつは困ったな、シゲよ。おはよう。
ビだね。何何、今日も可愛いな、つぼみちゃん。はい、するとここの答えはどうなる？じゃあ、影山。あ、はい。わかりません。これがわからんと、もう足し算しか残ってないぞ。寝てただろ、お前。もういい、座ってろ。行くぞーい。はい。ああ、モブ、昨日の今日で悪いけどな、すぐに駅まで来てくれるか。駅ですか。ああ、今日の仕事はでけえぞ。ああ、わかりました。今回の依頼は地元の自治会からだ。場所は旧街道にあるホネイドトンネル。有名な心霊スポットだ。もともといわくつきのトンネルで、閉鎖されて何年も経つが、未だに悪い噂は絶えない。肝試しに来た大学生やらブロガーが行方不明になったって事件が何件も起こってる。極めつけはこれだ。集団走行中の事故ですか。ああ、30年前の話だがな、一度に20人以上が亡くなったらしい。このトンネルにはそれだけの怨念が渦巻いてるってわけだ。不測の事態に備えて集中しとけよ、モブ。あ、はい。どれ、一丁見てやるか。霊能界の神聖、この霊源新鷹が綺麗に掃除してやろう。一匹残らず除霊するぞ、マブ。おい、魚弟子、何やってんだ。モブ、お前も来るんだよ。日が暮れたら厄介だ。モブ、聞いてんのか。でっけえの溶かしに行くから、ついてこい。わかりました。余裕に見えたので手伝いはいらないのかと。バック、誰が除霊。ま、余裕だけども、勉強だと思ってついてこい。師匠はさすがですね。あのトンネル結構ヤバそうですよ。僕の方から強い霊の気配をピリピリと感じます。心霊スポットってデマ情報も多いじゃないですか。けど今回は本物でしたね。もし一般人があの中の霊を怒らせたら。怒らせたら無事じゃ済まないと思いますね。当たり前だ。だから俺たちで除霊するんだろうが。よし、行くぞ。俺が前を行く。お前は後ろから適当にサポート任せるぞ。はい。ひんやり涼しいな。そうですね。懐中電灯を忘れたな。師匠、何か感じませんか。ん？そういや、かなり湿気があるな。いや、霊気の話ですよ。おお、そっちな。うん、そうだな。今日は肌がつばってるからだ。鼻づまりが関係あるんですか。俺くらいになるとな。お前は何か感じるか。感じるなんてもんじゃないですよ。12、18、いや、それ以上いますね。すぐ近くに。あ、完全に囲まれましたね。襲ってきますよ。よし、ザカは任せた。やれ、モブ。いやー、そんな激しい音がする音か。もし一般人だったら危なかったのかな。まあ、どうせあれで全滅だろう。今回もらっ、目の前に誰かいる。何者だ。悪霊か。
なんだ、悪役レスラーか。悪霊かと思ってびっくりしただろ。こんなところで練習してんじゃねえよ。師匠、そっちの方に悪霊のゴキっぽいやつがいるんで注意した方がいいですよ。ふん、悪霊のボスタルが、プロレスラーのふりをしようが、この霊源の目はごまかせんぞ。このトンネルレイ集団バイクで走行中に戦闘がバナナの皮を踏んだばっかりに全滅した暴走だから、頭このトンネルレイ俺の縄張り、侵入者を残らずぶっ飛ばす、行くぜ滅べしよ根性焼きボルター返しだ。何？俺の発火攻撃が効かないだと？強力なバリアが張られている。こんな奴のとこにこれほどの。まずい、一見者ザコと見誤った。後悔先に立たず。天才能力者、この霊源新高と対峙した瞬間すでに決まっていたのさ。てめえの成仏はな、森塩パンチ。食塩をまぶした拳でぶん殴る霊源の必殺技である。あねえ、全然大したことねえぞ。あら、やっぱりお前は偽物。ああ、ご存さに帰るがいい。俺たちがやらされてただけだ。あ、おい、何やってるモブ、早く溶かせ。まあまあ師匠、ちょっと話を聞きましょうよ。この奥には俺たちなんかとは比べ物にならない邪悪な悪霊が住み着いてる。俺たちはそいつに命令されてここに来た奴らを脅かしてただけなんだ。そんな出まかせでこの霊源をごまかせると思うなよ。出まかせなんかじゃ。このまま濡れ衣着せられたまま消されちゃう。俺たちデススペクターが浮かばれねえと思っただけだ。俺とあいつらの思い出がな。言いたいことはそれだけだ。あとは消すなり溶かすなり好きにしやがれ。そうやって同情を買おうってわけか。騙されんなよモブ、これは典型的な詐欺師の手口だ。溶かせ。その前にちょっと見てきます。は？実は入る前に感じた霊気が消えてないのでおかしいなとは思ってたんですよ。まあ当然俺も。止めろ！あのガキがいくら強くてもあいつにはかなわねえ。あいつは何百年も前からこの山に住み着いてる悪霊だ。ここに死んだ奴らも全部そいつに殺されたんだ。じゃあお前らもそいつに。いや、俺たちはバナナの皮を踏んだだけだ。わかったよ。あのガキが可愛いならすぐに呼び戻せ、早く。おい、マブ戻れ、戻ってこい、マブ。無事だったか。ああ、大した悪霊でもなかったですし。お前、何者なんだ。え、いや、何者って。バカ野郎、
お前は霊能界の新星、その霊源新たかの弟子モブだろうが。ああ、そうでしたね。でもいいぜ、これで俺たちも心置きなく成仏できるってもんだ。あ、これもしかして。総長、行きますよ。うん。この世界の片隅で今を生きる僕は、あんたとよ、光の誘え。これであの世に出発できるわ。モブ、何してんだ。行くぞ。はい。ところで師匠、はい、なんで何もしなかったんですか。あ、いや、それはだな。最初に伝えたろ、ザーカは任せるってよ。なるほど。あ、じゃあどうする。なんか食ってこうぜ。家まで向かえよ。待たせたな、モブ。行くか。はい。ラーメンでいいか。はい。チャーシュー追加すんなら2枚までにしておくよ。わかりました。はい、お待ち。突如として現れたモブの日常を乱す脳みそ電波集団。平穏な青い春に疑問を抱いたモブは女の園へと向かう。ゴールはどこだ。明日はどっちだ。次回モブサイコ100第2話、青い春の疑問、脳幹電波部登場。リアタイ、正しい判断です。